これから1年また1年と裁判も進んでいくと思いますので、少しでも一人でも多くの人に夫のことを知っていただきたい。近畿財務局の元職員赤木俊夫さんの妻雅子さん、国と当時の理財局長佐川信久氏に対し1億1000万円余りの賠償を求めた裁判を起こし、今日で1年が経ちました。夫に今日1年経ったから行ってくるよって言ったけど、どうかな、今日はまあ休み休み体大事にして頑張れよって今日は言ってくれたような気がします。裁判で雅子さんは改ざんの経緯を俊夫さんが記したとされるいわゆる赤木ファイルの開示を求めていますが、国側はファイルの損否を含め回答を拒否しています。しかしこの度、当時の俊夫さんの上司がファイルの存在を証言する新たな音声が明らかになりました。これまでの過去の経緯、この東京からどういう指示を受けて、どういう修正があって、前後をきれいにこうきちっとまとめてられる、どっちファイルに閉じてあったりとかって、それはまだしてるんですね。で、それ以外にも、例えばデータとか、まあ、あったとは思うんですけど、それはもう、普通のファイルサービス全部出てますから。当時の上司は、雅子さんらに対し赤木ファイルを検察に提出したと話しています。雅子さんは今後この音声を証拠として提出する方針です。それを残したことはどうだったの、いいことだったの、悪いことだったのって聞いたときに、いいことやったって夫は言ってましたので、ぜひ夫の残したファイルを速やかに公にしてほしいなって思っています。